化学反応や化学プロセスを進行させるためには熱エネルギーなどの授受が必要です。そこで私たちはこのエネルギーの与え方について工夫をすることで革新的な化学プロセスの開発を進めています。具体的には電気放電のような高エネルギー密度場の利用です。放電によって生成されるプラズマは高活性な電子やラジカルを含むので反応を効率よく進めることが可能です。特に我々は大気圧化のプラズマの利用を進めています。化学プロセスを構築する際に減圧条件は不利であり我々のこだわりです。大気圧プラズマは多種多様で様々な放電により生成することができます。中でもマイクロ波放電によって生成されたプラズマは5000度くらいの温度を持ちます。この放電の特徴は様々なガス種をプラズマ化できることです。不活性ガスのアルゴンから窒素、空気、そして水蒸気や二酸化炭素までこの放電によりプラズマ化が可能です。これはマイクロ波プラズマを用いて触媒合成を行っている様子です。グライディングアーク放電も大気圧下で生成できる放電で高電圧を引火させた2本の拡大する電極管にガスを流すことで生成できます。我々はここに粒子を導入し粒子の表面処理を試みています。この放電は温度が低くポリマー粒子の処理も可能です。高エネルギー密度場として溶融金属や溶融塩を熱媒体とした化学プロセスの研究を進めています。液体だと熱の移動速度が速くなる特性を生かしてメタンやバイオマスを直接接触させて高速熱分解し水素や有用物質の合成を行っています。太陽熱を利用できれば環境に優しいプロセスの構築が可能と考えています。我々の研究室では CO2 回収プロセスについても研究を行っています。近年注目されている固体吸収剤を取り上げ吸収速度を高めるための電場の引火や耐久性を向上させる工夫の研究を進めています。さらに我々は回収プロセス全体のシミュレーションとコスト計算を組み合わせてコストが最小となる運転条件の探索手法も開発しています。これによって CO2 分離回収の目的を達成するために必要な性能や操作条件を提案することが可能となります。関口研究室では高エネルギー密度場といった特殊場を利用した化学反応、化学プロセスについてその反応機構やエネルギー移動の解明、さらにはプロセスシミュレーションを通して革新的な化学プロセスの構築を目指しています。